それでは皆様に大事なお知らせがございます。さあ今日から始まります湯沢ライフ、今期で3年目になります。ここで大事なお知らせというのはですね、実は、天然パーマファミリーの湯沢2拠点生活は一旦この冬が最後の年となります。あらゆることにおいて永遠というものはありません。必ず、終わりが来るものだと思ってるんですけども、まあ今年でね、3年間この湯沢町と松戸、冬だけの2拠点生活っていうのを続けてきましたけれども、これは家族みんなで話し合って決めたことです。一旦この冬を最後にこの湯沢2拠点生活を、終わらせようと思っているので、一日も無駄にすることなく大切に暮らしていきたいと思います。そういうわけで最後の湯沢生活ですが、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは小鳥さんから今年の湯沢生活に対する意気込みをお願いします。3219好きと学校全力で頑張るでーす。イエッホー。続きまして青井選手いきます。3219やるぞー。少ない。言葉少ない。よし、もう一回、葵の思い、3219。楽しいことをしよう。すごい楽しそうに言うんかい。なんか、お前暗い感じで楽しいことをしよう。ちゃんと心を込めて、葵の今年の湯沢生活に対する思いを一言お願いします。3219。好きと学校、楽しもう。本気？本気？はい、よし。じゃあ、カメラに向かって、よろしくって言ってくれ、でかい声。よろしく。ちっちゃい。もっと大きい声で。よろしく。よろしく。こんな感じ。はい。よろしく。よろしくお願いします。さあ、最後、母ちゃん。母ちゃん、母ちゃんのこの、湯沢ライフへの思い、いきましょう。3219。今年が最後になるので、体力に負けず、いっぱい滑りまくるぞ。発言じゃん。体力に負けずというのは日本語として正しいですかね、小鳥さん。それちょっと変ですね。はい、リテイクいきましょう。テイク2 3219。とにかく湯沢生活を滑りも生活も仕事も家族時間も楽しみます。楽しみます。さあ、というわけでね、3年目になりました天然パーマの湯沢ライフ、今期もどうぞよろしくお願いします。お願いします。